高瀬関は、広島県広島市浅木田区茅町北と浅南区、八木町八木にまたがる、一級水系大田川、本川下流部、川口から約 13.6km 地点に建設された関である。国土交通省中国地方整備局が管理しており、関ではあるものの特定多目的ダム法に基づいて、建設された特定多目的ダムである。 上流の大木ダム及び大田川放水路と連携した大田川の治水と豪ノ川の端ダムより導水された水を調節しながら広島市など県中央部及び芸与諸島への離水を行う広島市の水亀として重要な位置を占めている高瀬関が建設される以前この地点には江戸時代に建設された灌漑用の固定関である高瀬遺跡が建設されていた江戸時代 秋国は、広島藩浅野市42万国の領地で最国でも、屈指の大半であった。初代藩主、浅野長明の知性安喜北軍お出生の庄屋であった、マルコ一郎兵衛は、神殿開発を行い収穫を上げるために、大田川から水を引く、溶水路建設の計画を立てた。計画は、大田川、三崎川、根、谷川の三河合流点直下流に席を設けて、 そこから用水路を下流に建設するものであった。だが計画を実行に移すことなく、一郎兵衛は没し、その医師は息子である、マルコ一兵衛に委ねられることとなった。一兵衛は、広島半六2648年頃より、用水建設の許可を申請したが、半長から許可が降りたのはそれより7年後の1655年であった。 許可が降りると市場へは早速工事に取り掛かることにした。まず、口、田村の友竹瀬尻山地点に取水石を建設。そして、右岸部を起点として、全長4 2 0トル幅2 0ルの用水路を2年がかりで建設した。この用水路は、小田正用水と呼ばれ、その取水石である固定石が、高瀬遺跡である。 石と洋水路は1657年に完成し、親子2代にわたる悲願は成就し、以後大高は下流域の農地は大いなる恩恵を受けた。日米はこの洋水路計画に文字通り命をかけており、仮に事業が失敗に終わった際には自陣する心づもりであったと言われている。彼は近くの広州神社に首を乗せる台を立て、失敗して自陣した際は解釈した首を、 この台に乗せるように家族に指示したと伝えられており、この大事業に生涯をかけた、一米の覚悟が伝わる逸話である。こうして、高瀬遺跡は重要な灌漑施設として利用されていった。一方、大田川は、河川改修が下流部では、進んでいたが中流部、上流部ではあまり進んであらず、集中豪雨や台風が襲うたびに洪水を繰り返し、早急な治水整備が不可欠となっていた。 この中で、洪水流化能力の阻害になる高水石の改良が不可欠となった。固定石は水量を調節する能力がなく、洪水の際には、石が水流を妨げ溢れた水は、石より上流の低地に流入していくため浸水被害をもたらすのがその理由である。また、明治期より手がけられた上水道事業はその後の急激な人口増加によって、 次第に逼迫の度合いを強め、芸与諸島を含めた新規の水源整備を進めていく必要性も出てきた。その上、瀬戸内海沿岸は造船、鉄鋼、石油化学などといった工業地域の拡充も著しく安定した水道整備が急務となった。長谷田ムここから中国山地を越えて壁で大田川へ導水される。この頃、中国最大の河川、 ゴ野川では、ゴ野川総合開発事業として、多目的ダムの端ダムが計画されていた。大田川は、上流部に大田川3ダムが完成していたが、いずれも発電専用のダムで、水道用ダムは建設されていなかった。また下流では、環境水利権の関係上後から勝手な取水を行うことは不可能であり、既存の水量だけでは増加する、水需要をまかないなかった。 両事業の事業主体であった建設省は水量の豊富な豪ノ川からの大田川へ同水し、利水目的に当てようと考えた。だが、豪ノ川の観光水利権を持つ島根県が豪ノ川の水が少なくなるとして反対し、解決までには時間がかかった。利水事業者の広島県、広島市は河川事業者である建設省の仲介で、 島根県との減水保障交渉を行い、島根県も妥結。長谷ダムから温明分水嶺を貫く導水トンネルを現在の広島市浅北区、壁まで建設し、そこから放流することで水を確保し、さらに水力発電にも利用することとした。こうして、治水、利水目的を兼ね備えた河川施設を大田川元川に建設する大田川総合開発事業が、 建設省中国地方建設局によって1970年より手掛けられ、その根幹施設として高瀬遺跡を固定関から水量調節の可能な稼働関へ全面改良した高瀬関が計画された。温板無知水と利水で密接に関わる。高瀬関は高さ5.5メートルの稼働関で6門のゲートを開閉することで水量調節を行う。 大田川水系では1965年に完成した大田川放水路に次ぐ国直轄の河川事業である。関は1971年に着工して1975年に完成したが、前年1974年3月には長谷ダムが完成し、豪野川、大田川の二大河川を利用した河川総合開発事業は高瀬関の完成をもって、 本格的な運用を開始した。目的は、大田川流域に、甚大な被害を与えた1972年7月の、昭和47年7月豪雨での洪水量を、基準とした、洪水調節、石建設の際に大田川から切り離した、急流路である古川の正常な河川流量維持を、目的にした、不特定利水、広島市、呉市、竹原市及び、江田島市など、 ゲイヨ諸島一帯への上水道、工業用水道の供給である。長谷ダムより取水された豪の川の水は、温妙分水嶺を貫いて壁まで送られ、道地にある中国電力壁水力発電所において、水力発電に使われた後放流され、石砂岩の蚊屋水場から広島市などに送水される。2006年8月、 呉市などに水道を供給する送水管の一部が劣化により破裂、長期にわたって断水となり自衛隊による給水活動が行われるなど深刻な被害が起こったがその水は高瀬関から供給される。また、壁発電所より放流された水の量を高瀬関で調整して下流に一定の水量を流す、いわゆる逆調整を行うことで放流による急激な 水量増加を抑制する働きも行っている。高瀬関の完成以後、2004年までの間に134回もの洪水が発生しているが、昭和47年7月豪雨のような目だった浸水被害は起きていない。特に、広島市街では、高瀬関、大田川放水路及び、温井ダムの連携によって大田川の洪水に伴う浸水被害は皆無となっており、 地水にその威力を発揮している。石油岩には大羽母と刻まれた石碑があるが、これは古代中国夏の皇帝で地水に功績のあった右王にちなみ、諸教より引用したもので、偉大なる右の計り事という意味である。なお、この大羽母より平成という年号が生まれている。石管制以後、石を通過する管理用道路は高瀬大橋と命名され、 広島県道271号八木広島線として地域の重要な道路となっている。また、高瀬絶起によってできた貯水池はカヌーの練習などに使われ地域の憩いの場所にもなっている。だが、ダムや石の建設に伴いどうしても避けて通れない問題として漁業をはじめとした河川生態系への問題があった。建設されていた頃は、 利根川川口関の漁業への影響が指摘されていた時期でもあり、長良川川口関建設への反対運動が繰り広げられていた。大田川は天然アユが遡上する河川であったが、高瀬関完西以後その数は減少を続けていた。ただしアユの減少は複合的な要因が大きく、旧来からあるすべての関による遡上阻害、 広島湾埋め立てによる浅水域の減少、下水道普及の遅れによる水質汚濁の進行頃までは、高瀬関地点において環境基準を大きく上回る大腸菌群が連年検出されているといった要因も大きく、一概に高瀬関が原因とは言えなかった。だが、高瀬関の完成による素壌阻害要因の増加、さらに壁発電所から放流される水が、 アユの生育に不適な水温の低い水であり、冷水病によるアユの兵止が要因であることも事実である。アユ現象を食い止めるため大田川漁業、共同組合は、琵琶子山の養殖アユを毎年放流して漁獲量の増加を図ろうとした。これは、ある程度の成果を上げたが、今度はアユの産卵時期が大田川では、例年10月頃であったのが1ヶ月ほど早まる。 状況となり、こうした生育サイクルの変動も、天然アユ現象の一因となっていた。この状況を打開すべく、大田川漁業共同組合は、養殖アユの放流に頼っていたアユ漁獲行の回復事業を転換し、卵を放流することで天然アユの生息数自体を回復させる、天然アユ素性復活作戦を実施することとした。大田川における、 天然アユの産卵場は高瀬関の直下流部、川口から 10km 程度の一帯であることから、訴状を補助するための高瀬関の対応が注目されるようになった。関を管理する国土交通省は、漁道の改善などを行っていたが、根本的な対応策として、関の弾力的運用を図ることとし、2005年10月にゲートを開放して、 アユの制御回遊を補助する試験を行った。ダムと環境について、河川工学をはじめ、自然環境の専門家が特定多目的ダムの環境対策について、議論、検討する諮問機関、ダム管理フォローアップ委員会が、国土交通省によって設けられたが、高瀬関については2006年1月13日に、第10回中国地方ダム等管理。 フォローアップ委員会の会合が開かれ、高瀬石定期報告書が作成された。この中で高瀬石については、植生分布、鳥類生息状況、水質などほとんどの項目に関して、環境基準を維持しているという調査結果が出されたが、唯一魚類については、海遊魚への影響が一部あるとの報告がなされた。委員会の答申では、さらなるゲートの運用変更も検討すべきという、 意見が出され、国土交通省も対策を検討している。なお、大高は漁協では天然はユの素状状況を継続して追跡調査を行うとしている。海遊魚素状回復は容易なことではないが、すでに品濃川の西大滝ダムと宮中取水ダムにおいて環境回復のための河川に維持放流を行ったところ一時はほとんど、 姿を消した酒が戻ってき始めているという事例もある。官民による継続的な対策が今後の課題となっている。ダムビンラン高瀬関、ありがとうございます。